おはようございます。小田測定機マキュニケです。今、いよいよレース当日です。普段のマラソンと違って、トラックレースなので朝のんびりのんびりと今7時くらいに起きてます。一日どんな様子でトラックレースを迎えるのかみたいなのを動画回していけたらなと思います。今日はスタート時間が14時40分と50分くらいなので、会場に1時くらいに着けばいいので、午前中は割とゆっくりから朝の散歩に行って、ちょっとジョギングとかしようかなと思ったんですけど、まあ14時だとちょっと今走ってシャワー浴びてっていう体がだるくなってしまいそうな感じがするので、散歩に留めておきたいなと思います。今朝8時です。お散歩中です。ちょっとね、体を起こしながら準備をしたいなと思います。今から代々木公園に向かいたいと思います。よし、ちゃんとご飯もだいぶ消化できてる感じがします。はい、というわけで久しぶりに代々木公園を歩いております。改修されてから多分来るのが初めてで、ちょっと張り替えが終わってどんな感じになってるのかちょっと楽しみだなっていう感じですね。分かるか分かんないんですけど、カメラに映ってるか、先ほど雨が降っててなんか濡れているというか、湿度がすごいめちゃくちゃ高いんですよね。この後ももしかすると雨が降るかもしれないっていう感じになるので、雨の中のレースになったら嫌だなっていう気持ちと、ちょっと僕今日傘持ってきてないんで帰りとか大変なことになっちゃって今代々木公園をトラックへの道を歩いてるんですけど全然誰もいなくて、これ本当に今日ここで大会あるのかなっていうちょっと不安な気持ちになってます。1500終わりました。これから間25分くらいですね、休んで3000走ります。タイムは4分40くらいかな。足よりも肺がきついですね。ここがすごい心肺機能を使ったので、肺が焼けるように痛いですね。ちょっとスピード練習やってない。全身がだる重という感じですね。でも頑張りましょう。はい、戦後と3000終わりました。多分戦後が4分40の3000が10分10秒くらいかな、10秒切ったかなっていう感じです。いや、84のペースさんについてってラスト1周だけ上げる感じでペースを走りました。まだ3000は余裕あったんで、もう2秒くらい、1秒あたり5秒くらい早い集団でもいけたかなっていう感じはありますけど、まあちょっと今日はこの辺で。というわけでダウンをしながら調整をしたいと思います。戦後に関してはなんか昨日がすごい
早くいい刺激ができていたので3分ペースで入っても、まあ、多分余裕があるだろうという想定のもと 1000m3 分で通過して、あとどれだけ粘れるか、上げれるならそこから上げれるかっていう、なんだろう、気持ちでスタートしたんですけど、つまりレース動画見ていただければわかるかもしれないんですけど、 800m 通過時点で、まあ、本来3分ペースなら2分24くらいなんですけど、そこでもういっぱいいっぱいで、最後の後半の 700m はもうずる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 いって4分40秒くらいっていう感じです。もう本当に練習してないなっていう感じで、昨日たまたま動いたのはなんかサボりバネだったのかなっていう感じです。その後の 3000m に関してはそのまま20分30分くらい置いてスタートして、84のペーサーについててついててラスト1周だけ上げたみたいな感じです。普通にペーランみたいな感じで、そのまま予定通りって感じですかね。もうちょっと戦後で追い込みたかったなっていう感じですんで、そこは次のマルオカップで頑張りたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習、食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。